どうも、りょうたです。今日はですね、足がつっちゃうっていう人とか、股擦れがすごいひどいんですっていう人のためにですね、ちょっとおすすめの商品がありますんで、そちらの方を紹介させていただきたいと思います。まずは足つりの方ですね。もうすでにうちではすごい人気でですね、すごく売れてる商品にはなるんですけど、こちらになります。はい、どうも。はい、ATH ですね。この商品ですね、何がそんなにいいかというと、詳しくはブログの方で見ていただくといいかなと思うんですけど、簡単に言うとですね、血行を促進させます、この生地の中に特殊な鉱物を練り込んでまして、それがですね、その鉱物に触れると血行を促進するっていう効果があるんですね。で、これもし本当かなって気になる方いたら、実際うちのイベントでも実際それをこうスコープで見て血流が本当にこう流れていく感じを確認できるので、またそのイベントにも来ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、っていう感じでこう血行を促進して血流がこう早く流れるようになるんですね。ということは筋肉とかって凝り固まっていくと血流が流れなくなるんですよ。その血流がこう疲れてくると流れなくなるはずなのを、しっかり老廃物とか疲労物質、乳酸とかこう溜まっていった疲労物質をこう血行を促進することでスパッと流してくれるんですね。でそうすることで、足が釣りそうになったのにこうそれがすぐにしばらくすると戻っていくとか、釣ったけど、しばらくしてるとこう戻るとか、そういった効果があってですね、本当に分かる人ははめて数十秒したら、うわ、なんか足軽くなったみたいなことを言われる方もいて、非常におすすめの商品になってますので、よかったらまたこちら試していただければいいんじゃないかなと思います。はい、これはすごいいいんですけど、これがアームカバーがあって、でこれがボディですね。はい、インナーで、こちらがカーフカバー、こちらカーフカバーになってまして、で、あとはセミロングタイツ、タイツですね、膝下までの、まだこの型しかなくてですね、膝上までっていうのはないんですけど、膝下までのこういうセミロングのタイツに、はい、セミロングですね、のタイツになってます。この生地に触れている部分がかなり血行が促進されるということで、触れているだけで効果があるんですけど、僕も UTMF の時はアームカバーも、インナーも、足のカーフも、セミロングタイツも、パンツも全部使ったんですけど、非常にやっぱり良かったですね。これがあったから、後半やっぱりこうしんどい時でもなんとか頑張れたのかなという気はしたりしてます。でこの商品ですね、すごいいいんですけど、特に疎水の効果、いわゆるこう汗を吸い上げるような力とかいうのは全くないんですね。なのでちょっとやっぱりびちゃびちゃに濡れすぎると、股擦れとかが起こる可能性があるんですよ。でそれの対策として、同じオンヨネから出してるこのトランクス、これはブレスティック PP っていう方 のオンヨネ のパンツなんですけど、こちらですね、ハーフタイツ、膝上までのハーフタイツですね、これはと、アンダートランクスっていうのがあって、で僕はアンダートランクス、普通のトランクスパンの方で、履いて、行ってたんですけど、インナーパンツのついているズボン、サロモンでも あるんですけど、とかパタゴニアとかでもあるんですけど、そのインナーパンツのついている、パンツだと結構股ずれがやっぱりひどいみたいで、そういった方にはできればこのトランクスタイプではなくてハーフタイツ、値段は一緒なんで、ハーフタイツの方を使っていただくといいんじゃないかなと思います。これは本当に生地が柔らかくて、これ履くと本当に股ずれが起こらなくなったので、結構やっぱり長距離走ってると汗がすごくたくさんかくので、股ずれってどうしてもこうなりやすいことだと思うんですけど、多分股ずれで悩んでる方すごく多いんじゃないかなと思います。僕はまず本当に僕もすごい悩んでたんですけど、アンダートランクスをオンヨネのにしてトランクスパンツ履いて ATH で基本はもうそれで解消されて股ずれがなくなったんですが、その上に履くズボンがインナーパンツがついているものだとちょっとやっぱり擦れる感があってですね、
まあ、一番いいのはおそらくハーフタイツに ATH を履いて、パンツ履くという感じにしていただくとすごい機能もいいですし一番いいんじゃないかなと思います。なのでよかったら、まあ、皆さんぜひ使ってみてください。はい、では、またよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねお願いします。またねー。